セルフプレジャータイムみたいな、あのマスターベーションみたいなところと、あとコミュニケーションみたいな話題が今両方出てきたと思うんですけど、これもしかしたら一回じゃあプレジャータイムの方からいきましょうか。実際にね質問でも1個来てて、あのそのセルフプレジャーみたいなマスターベーションをどう解釈されてますかと、皆さんは。でする意味とかすることでどうなるみたいなこととかをちょっと知りたいみたいなことが来てます。どうかな、あのリラクゼーションの一個として楽しむっていう人は結構いるかなって思います、うん、そうですね、サブステストレス発散みたいな意味合いでやってることもありますね。なるほど。あかねは？いや私にとっては今日ちょうどそれをいろいろと考えてて、理由は昨日友達と話してた時に、ぶっちゃけセックスとかそのマスターベーションしなくても死ぬわけじゃないじゃんみたいな、うん、オイルとか電気とか水とかその生活にこう必要不可欠なものではないじゃんみたいな。で特にその中でも、うん、まあその繁殖しますっていう意味でセックスはもしかしたらその人類を残すために必要な行為としてこう横に置いたとしても、セルフプレジャーのやっぱり意味がこう自分にとっての意味がわからないみたいな話をしてて、でじゃあ私にとってなんだろうって思って一番しっくりきたのが、あのちょっと高級なフェイスマスクするとか、あのディープストレッチしますとか、こうセルフケアってい う, こうカテゴリーに私的には入ってるなって思って、自分の時間をちゃんととって、あのそうこれあの私の悩みにも実はつながるんですけど、結構私その、はい、ムードを作りたいタイプ、ちゃんとキャンドル灯してカーテン閉めて音楽流してこうなんだろうナイスなこうランジェリーつけてみたいな感じで、めっちゃこうもうムード大事みたいな、そのこう自分で自分をその気にさせるっていう、もう一種の儀式みたいになんかなりつつあるんですけど、それが今までは、まあ、いくら一緒に住んでいたとはいえ、まあ、普通にこう出勤時間も違うし、それぞれこう友達と外にいたりとかってこうバラバラで帰ってくるんで、一人でいる時間っていうのは少なからずちゃんと確保されてたんですよ。それが今なくなって、えいつ何時どこでみたいな、でうちワンルームなんですよ、というか 1K なのかな、これその別の部屋がない、もう本当にそこにベッドで、これダイニングテーブル以上みたいな感じ で, でしかも私そのひろこがえじゃあバスルーム行けばいいじゃんって言ってくれたんですけど、私はこうレイダウンして寝ながらもう本当にこうヒーリングみたいな感覚でやりたいんで、まあ、風呂場にベッドないしねみたいな。でこの間ものすごい試行錯誤してこう捻出した策が、一緒に必ずお風呂入るんですけど、ちょっとだけ先にちょっとのぼせちゃったから出るねって言って、もう今このお気に入りのデイムの可愛いこのお気に入りトイレと一緒にもう本当に多分史上最短記録を出したんですよ。でもそれで何を得たかって言ったら何も得られなかったんですよ。本当になんかミシュラン一つ星の素敵なコース料理を10分でこうかっこんじゃいましたみたいな感じで、なんかあこの虚無感みたいな、ちょっとこうあっていう感じになったので、やっぱり自分にとってはそれだけこうなんだろう、セルフケアってい う, こう自分をちゃんと自分の時間を取るっていう、そのあとプライバシー、その自分のスペースっていうのもすごい大事だったんだなって今この状況になってちょっと気づいたので。なるほど、確かにね。なんかね今ねコメントで、あのある参加者の方はそのセルフプレジャーに関してはある浜釈さんという方がいらっしゃるんですけど、その方が毛づくろいご自愛という表現をされて、それがしっくりきまったっていう、うん、私も今こう毛づくろい確かにってある意味ちょっと思ったりもしながら、しっくりきますね、なんか面白い本当に。なんかね、ここ私今回モデレートというか、これ私の話し始めてちょっとあの悩みそうだ、さやかさん悩みそうだなっちゃうんですけど、ただでも今回って参加者の方たちにもう一つ伝えたいのが、全員が全員そうセルフプレジャーというものをやらなきゃ、なんかおかしいな、やりたいと思ってる人もいれば、もちろん罰感とかその自分の今置かれてる状況によってそういう気分じゃないっていうのは全然あると思っていて、それが今私なんですけど、まさにこうそのセルフプレジャーみたいなものが全くなのやりたいとも1ミリも思わなくなってしまっているっていう、それが年なのか、それまさにこういう環境、今のこういう状況においてのストレスからなのかっていうのは分からないんですけど、なんかそういうこととかもこういう風に乗り越えましたみたいな方がいたら教えてくださいっていうのも変な話ですけどでもさやかさん、そういう話とかもあるんですか、実際に性欲があんまないんですよねみたいな話とかっていうのも、うん、相談とかあります？
ありますあります。まあ、もちろんその年齢とかその忙しさとか環境的なもの、あとは体調とかですね、うん、そういうので性欲って簡単に左右されてしまうし、うん、あとね、なんか別に湧かない、実感しない、性欲を自分で実感しないのって変なことじゃないんですよ。それもそういう人がいたって全然普通。ただ、うん、たまたま性欲をリアルに実感する人たちがいて、で自分の時間としてセルフプレジャーをするっていうのは一つの健康的なあり方、うん、一方でしないっていう生活をするのも健康、ある意味健康的な一つのあり方だと思うんですね。でどうせするんだったら、セックスの前、セックスの手前にやる練習だとかステップだとかっていうふうに思わないで、本当自分の体と対話する時間だったり、自分の体をケアする時間とか知る時間だと思って、十分味わってほしいなって思う。さっきのあかねさんがね、たくさん時間を使って準備整えてやった方が充実するとか、あとリアさんがセックスすることが減ったから自分の体と向き合ったっていうお話、私とても聞いてて嬉しかったんだけれども、なんかそういうふうに自分の体を知る時間に なったらいいなって思いますね、うん、なるほど。今ね、まさにこう質問とかでも、そのセルフプレジャーに時に、まあ、例えば観音小説とか動画とかっていう、どういうその、まあ、自分をこう興奮させるみたいなものを使ってますかみたいな質問来てるんですけど、これってあれですよね、多分そのさやかさんの自分のその体と対話するため、自分の体を知るために、その人によって五感とか全然こう感じる部分が違うから、それによっていろいろ違うと思うんですけど、リアとかあかねさんとか、まあ、さやかさんももし可能であればどういうものを使ってこうムードを高めてるってあります？セルフプレジャーしてるときに、するときとかでもいいんですけど。リアからいきます？私ポルノ見てます。さっきの話でも出てきた、ポーンハブがなんだっけ、プレミアムサービスが無料になったってあったじゃないですか、はいはい、でなったって聞いた瞬間私登録してなんか どんな動画見れるのかなって、今まで無料でしか使ってなかったんで、なんかあんまり面白い動画なかった、なんかなんていうんですかね、うん、興味にはまるものがなかったんですけど、プレミアム入ってみるとなんか選択肢がすごい探すだけです。時間がかかって、なんかそれもある意味新しい発見がいろいろあったり、あ、こういう動画、こういうプレジャーとかあるんだとか、うんうん、なんかなんだろう、今まで見たことないような動画ちょっと見てみたりとか、うんうん、それは別に最終的にはマスターベーションして終わるっていうことでなくても、なんかそういうキュリオシティ、いろんな新しいことをなんか探してみようみたいな、試してみようみたいな一つの機会になったかなって思ってますね。それと、うん、最近ずっと家にいてあんま運動とかもしてないんで、私ちょっと太ってきたんですよ。あら、今多分みんながかかる、みんな悩んでる、みんなの悩みだ、みんなの悩みですよ。太った自分の体を最初はなんかうわーみたいな感じですごい見下して見てたんですけど、なんかこの前お風呂に入るときに、やっぱ私この体好きかもみたいな、なんかいきなり切り替わったんですよ、うんうん、でその時にお風呂でやりました、うん、なんか自分かっこいいじゃんみたいなの思ってそういうなんだろう、セルフラブみたいなのに個人的にはつながったんで、マスターベーションもそういう自分の体を好きになる一つのでもあるかなって思ってます、うん、確かに素敵、いいですねそういうの、うん、なんかまさに、でもごめんなさいね、ちょっとこのあかねさんとさやかさんにそのどういうアイテムを使ってるかって質問も聞きたいんですけど、この話、質問を受け一ついただいてる中で確かになと思ったのが、これ多分さやかさんに質問なんですけど、まあ、その自分の体を知るっていう、どこが性感ポイントっていう、するでタッチする、まあ、自分のその実際にこう触ってみるって言った時に内側を触るのが怖い、うん、なのでなんかまさにその、まあ、日本だとこの前のね生理パンツ のセッションでも言いましたけど、やっぱりタンポンを入れるのすら怖いって思ってる子がやっぱ多い中で、自分の指を中に入れてみるみたいなことってやっぱ怖いみたいな風にあると思うんですけど、もうその時に例えばなんて言うんでしょう、こういうことに気をつけながらこう触ればいいみたいなことってあったりするんですか？うん、触り方はやっぱりその衛生面、手の衛生面とか、あと使うものの
ものを清潔にするとか、あとはそうですね、ドラッグストアで売ってる潤滑剤、ゼリーみたいのを使うっていう方法なんかもあるし、あと爪をきれいにしとくとかね。でそういうちょこちょこしたツールはやり方はあるんだけど、あのね、マスターベーションって別に無理に自分の体の内側触らなくてもいいと思うんですよね。うーん、それだけがマスターベーション、別に自分のそのね、髪頭でもいいし、自分をギューってするんでもいいし、本当に肌の上を触ってみるでもいいし、とにかく心地よい感覚ってなんだろうとか、あと音、さっきのね、うん、はい、音、そういうのをオーディオで聞いてみたらちょっと気持ち、うん、ロマンティックな気分になったとか、そういうのが自分を知るっていうことかなと思います。触るだけではないってことですよね。そうそう、その無理してこう、そのまさにこう、その自分で手を入れるとか、そうじゃなくて本当に肌、もしかしたら人によっては耳かも、耳周りをこう、うん、やられる方とかもあったりもしますもんね、うん、まさに